ニュースピックアップ、今朝のこの時間は週刊新潮編集部鈴木雅也デスクに今日発売の週刊新潮の記事から話を聞きます。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日発売の週刊新潮、大きく扱われているのが悠仁さま筑波大附属進学で皇室特権批判の危機という特集です。鈴木さん、これ悠仁さまの筑波大附属高校への進学が決まったって話ですか？いや、まだ正式には決まったわけじゃないんですよ。ええ、ただ悠仁さま今お茶の水附属中学校に通ってらっしゃいますけれどもね、ええ、ここは高校から女子校になっちゃうんで、はい、どうしてもその外部の高校に進学をされるしかないわけですよね。はあはあ、で、進学先の候補っていうのはいくつか上がってきてるんですけれども、ええ、今本命視されているのがこの筑府、まあ、よく筑府って言うんですけども、筑波大附属高校なんですよ。はい。でもこの筑府、筑波大附属高校って、大変秀才ばっかりの高校って聞いてるんですけど、確か優秀な学校ですよね。偏差値でいうと65とかそういうレベルでしたっけ？そうですね。まあ、70とかついてるところが多いですよね。70、まあ、あるいはその、偏差値って分母の出来によったりするわけですけれども、80なんていう数字が出てるのを見たことありますね。偏差値80ってあるんですか、これ？そうですね、80というと上位 0.1% ぐらいということになるので、はい、まあ、ただその、ね、分母がどのぐらいできる子たちの集団なのかにもよるんですけれども、まあ、ただそのぐらい優秀な学校だということですよね。まあ、確かにそんなところに行けるというのは大変喜ばしい話ではあるんですけど、まあ、ただしかしこの眞子さんのこともありますから、あえてレールから外れないで学習に行かれてすくすく育っていただきたいっていうお気持ちもあるんでしょうね。そうですね。宮内庁とかもね、実はね、今、東山さんがおっしゃったのと同じような考えなんですよ。学習院ってね、もともと皇族とか家族のための教育機関じゃないですか。で、今も、皇室をお守りするって意識が、教員にも生徒たちにもね、受け継がれているんでね。悠仁さまもそういう環境で、ずっと付き合えるような語学友とかね、あるいは、お妃候補なんかもね、はい、お探しになった方がいいんじゃないかっていう、その辺が宮内庁の本音、だったりするわけなんですよね。だって寺島さんがね、おっしゃったように眞子さんの例とかね、ありますからね。あ、そこ流してください。はい、いやー、まあでもね、秋篠宮様ってご自身もね、学習以外の大学に進学されたかったんですよね。あ、そうだったんですか。だけど上皇様たちが反対されて、まあ、半ば強制的に学習に行かざるを得なかったっていうことがあったわけですよ。まあ、それだけに自分の子供たちにはね、学習以外の希望するような学校で勉強に励んでほしいっていうようなね、気持ちを強く持ってらっしゃるようなんですよね。そうなんですね。ですから、悠仁さまの進学先もね、そういう学校が有力視されてきてるわけですね。はーはー。まあ、そういえばですね、筑波大附属が候補に上がっているこの理由、確かお茶の水大学附属中学と提携してるって、そういう話ありましたよね。ああ、よくご存知ですね。先週塩見さんが言ってたような気がするんですけど。まあ、実際そうなんですよ。あ、そうですか。悠仁さま、提携校進学制度っていうのがあって、まあ、それを利用されて、筑波大附属高校に進学するんじゃないかというふうに見られてるんですよね。はい。で、それ以上にですね、紀子さまは、悠仁さまの、通学の時の安全なんかも考えてらっしゃって、実は、筑波大附属高校ってね、今、通ってらっしゃるお茶の水附属中学と、通り挟んで向かい側にあるんでね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから、通学路も一緒だし、警備とかの、事情もね、変わらないんで安全じゃないかと、はい、こう判断されてるみたいなんですよね。まあ、あとは、この筑府って、教育がね、先取り学習とかもなくて、詰め込み型でもなくて、地道に生徒の考える力を伸ばそうっていうような教育スタイルだったりするんで、はい、まあ、そんなこともね、秋篠宮ご夫妻が気に入ってらっしゃるみたいですね。はい。で、その悠仁さまの筑府、筑波大附属高校に進学が、まあ、ほぼ決まりつつあるとなるとですね、自動的に東大目指すってことになるんですかね。まあ、そこはどうなんでしょうね。ただね、紀子さまって前からね、悠仁さまが東大に進まれることを望んでいらっしゃるっていうような話ありましたからね。なんかお酒の席で秋篠宮ご夫妻がね、なんか目指せ東大とかね、なんかそんな風におっしゃってたのを耳にしてる人いるんですよ。そうなんですか。しかしですね、鈴木さん、これ記事のタイトル、ちょっと気になる点あるんです。ああ、
なんですか。いや、この記事見出しがですね、筑波大附属進学で皇室特権批判の危機ってありますよね。あれやりゃじゃないですよ、鈴木さん。先ほど私見出し読んだ時にもうすでに気になってましたよ。素晴らしい。いや、素晴らしい。褒められてもそこで。いや、まあ、それともかく、さっきもね、低傾向進学制度を利用して、久子さまね、筑波に進学されると言いましたけどね。で、これはまあ、ある意味、その、内部進学みたいな制度なんですよ。はい。ただ、この制度って、実はその、5年間の、次元的な試みとして行われていてね、ちょうど、悠仁さまが高校進学の、タイミングが、そこに含まれるような、その5年間という形で、設けられているわけなんですよね。ということは、以前はその制度はなかったっていうことですか？そうなんですよね。2017年に、お茶の水附属大学と筑波大学のそれぞれ その附属学校の間に導入された制度でね、これが2022年の入学までの5年間が対象になってるんですよ。はい。そうすると、学力試験がなくって、書類審査とかで、進学できるってわけですよね。ですからね、まさにね、その寺島さんみたいにね、体制批判が大好きで口が悪い人たちから見れば、まあ、そういう人から見ればですよ、なんかその進学って皇室特権がみたいにね言いたくなっちゃうかもしれない、そんな制度を利用されることになるかもしれないのですると、批判の対象にならなきゃいいな、まあ、そんなことなんですよ。いや、私別に体制批判とかしてないですよ。それ余計だと思うんですよ。あ、余計ですか？余計です。すいません。事実だとしてもね、余計でした。すいません。事実とかそういうの紛れ込まさないでください。言葉をさりげなく。まあね、とにかくですね、この小室圭さんのね、フォーダム大のロースクールの入学とか、いろいろね、皇室特権なんてことが、ここのところ批判されてきたタイミングですから、まあ、これね、この制度、まあ偶然だと思いますけれども、このタイミングで制度が設けられて、それを利用されてご入学されるってなると、はい、騒ぎたい人が出てくるかもしれないですよね。違い世の中ですもんね。なんかそうなんですけれどもね、まあ、ただね、悠仁さまがお茶の水、女子大附属幼稚園に入学された時の経緯を見てもですね、やっぱり同じようなその特別入学制度っていうのは利用されてるんですよ。あれ、どういうことですか、これは。当時ですね、紀子さまって日本学術振興会の名誉特別研究員というのをされててね、それでお茶の水女子大で健康問題に関する調査とか研究に取り組まれていたんですけれどもね、はい、そうすると悠仁さまが幼稚園に入るタイミングのちょうど1年前にお茶の水女子大の女性教員や研究記者を支えるために、その人たちの子供が付属の学校に受け入れますよっていう特別入学制度が設けられたんですよ。で、設けられた翌年に、悠仁さまはその制度の第一号として適用されて入られたってことなんですよね。そうだったですか。なんかこう、なんとも言えない絶妙なタイミングでできた制度とも取れますね。なんかね、その、タイミングの良さを考えると、幼稚園の話も今回の低傾向進学制度の話もね、まあ、寺島さんだったらそれは今おっしゃったように首かしげたくなるでしょ。でもね、僕は寺島さんと違うんで、ちゃんと制度ができているんだったら、それを使って入学するのは全然問題ないと思ってるんですよ。ですからね、寺島さん、本当厳しいなと思うんですよね。いや、鈴木さん、私、今、何にも言ってませんよ。そうですか。何にも言ってません、鈴木さん。いや、何にも言ってないし、何にも批判してませんから。そうなんですか。じゃなくても、まあ、それよりも、こちらの話題、ぜひ聞かせてください。重症化しないは高齢者持病持ちにも言えるのかっていう、正しく警戒、オミクロン対処法という記事。これ鈴木さん担当した記事ですよね。そうなんです。オミクロンだったので聞いてください。こちらお願いいたしますよ。いいんですか。じゃあ聞かせてくださいよ。まあこれね、重症化するかどうかって気になりますよね。はい、そうです。で、まあ例えばですけれども、東京農工大学の水谷教授をはじめとして多くの人がですね、はい、オミクロン株の入院および死亡リスクっていうのはね、デルタ株と比べるともう3分の1以下なのは間違いないと話してるんですよね。これ朗報ですよね。朗報だと思いますね。でね、沖縄の例なんかを見てもね、オミクロンです。39度の近い熱が出る人もいるんですけれども、まあ、大体感染してね、2、3日で症状が出てね、デルタの時はもう4日も5日もかかってるんですけど、はい、2、3日で症状が出て、で2、3日するともう症状がスーッと引いていっちゃうということなんですよ。
で、ね、今、感染者数だけだとね、大騒ぎになってますけれどもね、沖縄なんか、92% がね、無症状か軽症ですし、で、200数十人が入院してて、デルタまででしたらね、そんだけ入院してると、もう10人、20人は人工呼吸器をつけていたっていうんですけれども、今、1人もいないと、そういう状況なんですよ。そうなんですね。だとすると、さほど心配する必要ないってことなんですかね。まあ、感染が増えるのは嫌ですけれども、重症化リスクが少ないっていう意味ではね、後遺症もね、その分、あんまり心配がないっていう話ですしね、デルタに比べたらだいぶとは思いますけれども、ただね、安心しちゃいけないのは、例えば高齢者の方なんかね、誤嚥性肺炎を引き起こしやすいと。はい。っていうのは、オミクロンってその、上気道で増殖しやすいって言われてるんですよね。まあ、つまりその、喉とか気管支で増殖すると、それがですね、口の中でそうするとウイルスが増えて、で、高齢者がその、いわゆるその誤嚥で肺にそれを入れちゃったりした場合に、肺炎をね、起こすこともあり得るという指摘もあるのでね、そういう意味では、特に高齢者の方なんかは、細心の注意を払ってですね、しっかりその予防対策をしていただきたいと思うんですよね。はい、こちらの記事、気になる方は、ぜひ今日発売の週刊新潮をお読みになってください。週刊新潮、鈴木雅也デスクでした。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。